君は何だ。ここは子供の来るところでは。あのすみません、迷ってしまって。お嬢ちゃんは嘘をつくのが下手なようだな。ちょっと手伝ってもらえんかね。あの、博士は何の研究をしているんですか？私はね、お嬢ちゃんのようなレアリエンを作っているんだ。あの、私。隠さなくてもいい。わかるよ、私にはね。私は娘を病気で亡くしてね。もしその心を取り戻せたら、娘を生き返らすことができるかもしれない。そう思っていた。そのために UMN、ゾハル、そしてウドゥといったものを研究していたんだ。死せる人の意識の復活。そうだ、ウーヌス・ムーンズス・ネットワーク。その名の通り、 UMN はこの宇宙が誕生したその瞬間から存在する根本原理、集合的無意識の場と言われている。私はゾハルの研究を通して、そこには人の意識らしきものが存在することを突き止めた。意識は UMN から生まれ、 UMN へと帰る。その術を見出せば、私の悲願をも現実のものとできるはずだった。だが娘の意識は消えてしまった。芽生えつつある新たな意識は、娘のそれとは違うようだ。だが私はそれで良かったと思っている。この子は全てのレアリエンの希望となるだろう。その希望は迫りつつある宇宙の拡散を止める手段となり得るかもしれない。私たちの二人目の娘、さくらはきっとそれを願っていたんだ。さくらさんって言うんですか？ああ、妻と私と二人でつけた名前だ。君のように可愛い子だったんだよ。君たちのためにこの世界は存在し続けなければならない。彼らを止めなければ。彼ら？ああ、すまなかったね。こんな年寄りの話に付き合わせてしまって。さあ、行きなさい。君のことを心配している人がいるはずだよ。パパ。モモ、大丈夫か？パパとお話ししたんです。パパが私は二人目の娘だって、私たちのために世界を守るんだって。ママ、ママ。ああ、分かってる。よかったな。